ベッドフォードシャーはイングランド東部にある天礼カウンティでベッドフォードシャー州とも呼ばれる。中心地はベッドフォード。ケンブリッジシャー、ノーサンプトンシャー、バッキンガムシャー、ハートフォードシャーに接している。最高点はダンステーブルダウンズ付近の243メートル。標語はコンスタント BE。ケンスワースは1897年までハートフォードシャーに属していた。 植物保護団体であるプラントライフは2002年にミツバチランを州の花に選んでいる。その名称が初めて記録に現れるのは2011年のビバンファードスクで川の交わるところを意味する。歴史的には9つの村落により構成される。バートフォード、ビックルズウェイド、クリフトン、フリット、マンズヘッド、レッドバーンストーク、ストーテン、ウィリー、ウィクサムトリ及び バラオブ・ベッドフォードである。ルートンは1997年まで、ベッドフォードシャアの一部であったが、独立した単一自治体となった。歴史的な州においては未だ、ベッドフォードシャアの一部であり、一人の州長官により、代表される。この記事では、突起がない限りルートンを含めた歴史的な州としての、ベッドフォードシャアについて説明する。ベッドフォードシャーの南端部は、 シルターンヒルズで知られる白亜の大根になっている。その他の地域は、グレートアウズ川と支流の流れ出る広大な流域になっている。ベッドフォードシャーの岩石は、ほとんどが、ジュラ紀と白亜紀の粘土と砂岩で、一部石灰岩がある。ここの粘土は、フレットンでレンガ作りに使われている。白亜が氷河に侵食され、硬い角石の塊が、ジャルとして除かれ、 現在プライオリ州立公園、ウィボストン、フェルマーシャムで湖になっている採掘場でかつて商業を利用されていた。主な終着駅はないが、ベッドフォードシャーはロンドンからイングランドの内陸部と北部を結ぶ主要な輸送路が多く走っている。3つの主要鉄道路線がベッドフォードシャーを通過している。支線区としては、ベッドフォードとバッキンガムシャーのミルトン・キーンズとを結ぶ。 マーストン・ウェールス線が存在し、ロンドン・ノース・ウェスタン・レールウェイによって運行されている。グレート・ウーズ川により、ベッドフォード・シャーとフェンランドが水運で結ばれている。2004年には、ウーズ川とグランド・イニオン・カナルを結ぶ運河を建設する計画が持ち上がった。ロンドン・ルートン空港では、国内、ヨーロッパ、北アフリカへの路線が格安航空会社によって運行されている。 イギリスの週刊 www.plantlife.org.uk.2006 年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ、2020年2月12日閲覧、ありがとうございます。